みなさん、こんにちは。日本語の先生のりこです。5th Japanese Question Part 3今日も5つ質問をします。質問を聞いて答えてみてください。みなさんは質問を聞いて答えましょう。話しましょう。そして答えを書いてみましょう。それでは、1つ目。1つ目の質問は 日本語で好きな言葉フレーズは何ですか日本語でで好きな言葉、フレーズは何ですか私はとても簡単なフレーズなんですがいただきますとごちそうさまがとても好きです。食べる前に作ってくれたお母さんにいただきます。感謝の気持ちを表します。そして食べた後にもう一度、 ごちそうさまでした。感謝の気持ちを伝えます。とても素敵なフレーズだと思います。次、田舎と都会どちらが好きですか田舎と都会どちらが好きですか私は今田舎に住んでいます。自然がたくさんあって空気がきれいです。生活はのんびりしています。だから田舎の生活も好きなんですが、 実は都会の生活に憧れています。都会にはお店もたくさんあるし、おいしいレストランもたくさんありますね。いろいろな国の人が住んでいて国際的です。私は映画館や美術館が好きなので、そういうところによく行きたいですね。ですから都会の生活に憧れます。次。 普通休日は何をしますか。普通休日は何をしますか。私は普通ネットフリックスを見ます。韓国語の勉強をします。時々カフェで美味しいコーヒーを飲みますね。最近は VR ゲームもしています。次、朝の日課は何ですか。朝の日課は何ですか。 私はコーヒーを必ず飲みます。コーヒーヒを飲みながらポッドキャストをよく聞いています。勉強しています。最後の質問です。今読んででいる本は何ですか今読んでいる本は何ですか実は私は昨日この本を読み終えました。パチンコ英語の小説です。 とても大きい昨日読み終えたばかりですねなんと約3ヶ月かかりましたがやっと終わりました嬉しいですえ今日からは日本語の小説を読むつもりですまた読んだらそれについてインスタグラムかポッドキャストでお話できると思います皆さんは今何を読んでいますかはい 今日はここまでです、えー。皆さん、私のポッドキャスト、えー、そしてペイトレオンぜひよろしくお願いします。私のアクティビティサポートしてください。毎月5ドルで、えー、ポッドキャストのエクスクルーシブエクストラを聞くことができます。それでは、またね。